皆さんこんにちは、太陽です。フレームが届きました。もうね、さすがにね、もうフレーム買うの今回で最後にしようかなと思って、まあせっかくなんで記念に動画を回しております。まあ開封動画です、いわゆる。はい、まあちょっとね、さすがにちょっとそろそろ僕の家フレームいっぱいあるんで、そろそろ自粛したいなと思ってて、まあこれを最後にしようと思って買いました。はい、とりあえずじゃあ開けてみましょう。何のフレーム買ったかと言いますとですね、僕が今まで持ってなかったタイプのフレームなんですけど、あ、当然 CP ではございません、中古です。お、販売証明書と付属品がここに入ってます。じゃあ開けますよ。よいしょ。ちょっとプチプチにくるまれても分かりづらいと思います。さあ皆さん、このフレームなんだか分かりましたかね。あ、フォークと一緒になってたわ。フォークと巻きついてる。巻きついてる。ちょっとあれだ、あ、もうこれでも分かるね。はいはい、こちらチネリでございます。チネリのビゴレディロードディスクですね。いや、実はこのフレームもうチネリの方では完売しちゃってて、もう作ってないモデルになるんですよ。で、まあ半ば諦めてはいたんですけど、これ向きこうか、逆さだったね逆さ、こうだこうだ、諦めていたんですが、偶然ちょっと見つけちゃいまして、で迷った挙句に買いました。クロモリーフレームですね、チネリの。僕がこの地図初めて見た時、メカニックのユウさんが働いてるリバティバイクス、あちらの方で実物見まして、すげえかっこいいなと思ってて、クロモリでディスクブレーキ、しかもネジ切り BB 最高かよと思って、で、いたんですけど、まあ、値段がまあまあ結構、まあ、安くはなかったんで、まあ、ディスクブレーキの完成車なんてそんな早々買えるもんじゃない。一応フレームセットに乗ってたんですけどね、フレームセット大体13万ぐらいだったから。で、今回ちょっとなんか訳あり品というか、なんかちょっとねパーツが足りないのと、あとなんかエンドがちょっとだけなんか内側に曲がっちゃってるみたいで、まあそれ修正すればなんとかなるかなと思って、それが一応ジャンクの理由だったんですけど、おかげで安く買うことができました。ちょっとこの梱包解いていこうか。そしたら傷つけないようにしてるとな、まあ元々傷は中古だからついてるとはいえ、いや、これかなり厳重にされてて、ちょっと取るの大変だな。ダンボールカッター傷つきにくいとはいえ、ガリってやっちゃったら大変なのね。怖い怖い怖い。とりあえずこれを切っていくか。あ、怖いよ。カーボンフレームに当たらないでしょ。あ、ちなみにフォークはカーボンフォークでございます。クロモリフレームのフルカーボンフォークになっております。なんでフレームは重いんですけど、フォークは結構軽くて、確か 400g から 450g ぐらいかな。まあって言ってもなんかトリックのエモンダみたいな超軽量バイクに比べたら重いんですけど、軽いよフォーク。これフォークですけど、フォーク軽い。やっぱりさすがカーボンですね。フォーク開けてみようか。あ、というか出てきました、これがフロントフォークでございます。いや、めちゃめちゃ軽い。やっぱりね、ここまで、あ中にあれ入ってね、なんだっけ、プレッシャーアンカー入ってねえわ。まあ、プレッシャーアンカーくらいどこでも売ってるんだよね。うん。こんな感じで、ちょっとわかるかな、ラメが入ってるんですよね、このメタリックブルーに、キラキラとしたこういうなんかスターダストみたいな模様が入ってて、これがすごい綺麗なんですよ。で、チネリのロゴの部分、ビゴレディのロゴの部分が、こう、ミラーシートが貼ってあって、すごいキラキラしてるんですよ。僕基本的に白い自転車が好きなんですけど、これはかなり惹かれたんで、まあ黒森フレームだったら最悪白くなくてもいいかなと思って、で、なんだろう、こいつを買ってみました。で、フロントはもちろんスルーアクスルの、まあ、フラットマウントのディスクブレーキになっております。いや、フォークめっちゃ軽いね、これ。すげえ、フォークだけでも超軽いよこれ。まあ黒森が全部重量は台無しにしてくれると思うんですけど、まあ黒森はそもそも重さじゃないんで、乗り味がすごくいいと思う。ただこの
ゃあ今度振り曲げてみようか。このリゴレッティロードってあの元々ピストにピストバイクがベースになってるんですよ。っていうのもあのリゴレディっていうのがあの知念のピストバイク、黒森のピストバイクなんですけど、それをベースに、まあてかそれをほぼそのままロードバイクにしたんだっていうのがこのリゴレディロードの特徴で、だからリゴレディロードって名前がついてるんです。リゴレディのロードバイクバージョンですよみたいな、そういう感じの自転車になっております。さすがショップさんの梱包、めちゃめちゃ梱包が綺麗だし、梱包が厳重ですね。シートクランプは黒いのがついてました。多分 27.2 かな。でもなんかちょっと太いような気がするな、これ。 27.2 だと思うけど、多分 27.2、 まあ違ったらごめんなさい。後でググってみます。こっちも知らねえ。さあだんだん姿が現れてきました。ごめんね、ちょっとね、動画撮影してというね、開けてる最中に傷がつくとさすがにちょっと僕も泣くんで、ちょっと慎重に開けさせてください。チームのロゴです。いやーかっこいいね、このミラーシートがいいよね、これ。このキラキラしてるの、そう、あのワイヤーがあの外出しとこのワイヤー中に通すのが、まあ、2種類あるんですけど、ここはなんかね、もともとなんか E タップかなんかで組んでたのが、このワイヤーを使わないやつがついてるんで、これがなんか不足してるっぽいんですよ。で、まあ、この下の、なんだっけ、BB の下にある、なんかワイヤーガイドみたいなやつ、これも付属してると。まあ、ワイヤーガイドに関しては、黒森フレームなんで、なんか、朝蔵とか行けば全然売ってるんで、それで調達すればいいかなと思ったんですけど、このグロメットの足りないところどうしようかは、ちょっとね、今、迷ってますけど、まあ、とりあえず買ってしまいと、安かったんで買いましたね。はい。いや、あの、フレーム考えたら高いんですけど、このフレームが、この値段で買えるっていうのは、ちょっと、なかったな。あ、こっちも塞がってますね、完全に。もうこれ最悪、もうこれ取ってワイヤーだけ通せばいいかなとも思ってるんですけどね。ちょっとどう組むかはちょっと要、まあ決めようか、まあどうしようか、まあちょっと決めてないんですけど、まあちょっと内容物確認して、まあ足りないパーツが、まあ何かで見たくらいで入ってる可能性はあるんで、入ってたらまあそれでもいいかなと思うんですけど、なかなか梱包がすごいプロっぽい梱包だな、これ。いや、個人でもすごいなんかプロレベルのなんか梱包してる方も中にいらっしゃるんですけど、やっぱりお店の人はさすが綺麗ですね。で、ここだな。一応ジャンクブームがここになります。あのエンド金具がですね、黒森フレームなんでフレームと一体になってるんで、交換が効かないものになってるんですよ。なんでまあ矯正するときにちょっと内側にいってるのをこう、まあ、直さなきゃいけないんですけど、一歩間違えば折れてしまう危険性があるところにはなるので、それでまあこの、ね、値段で買えたっていう感じ。まあ、確かになんかぶつかった跡みたいなものがありますね。まあ、あのエンド修正機でクニクニってやってあげて、まあ万が一折れちゃったら、あの僕の知り合いのなんかあのお友達にお願い、知り合いのお友達ってなんで分かんない、あのお友達の業者さんにお願いして、ちょっと溶接してもらおうかなと思ってるんですけど、黒森だったらね、まあ最悪折れちゃったらいくらでも溶接できるんで、むしろなんかね、ハンガーとかの方がね、生産が終わった時にまあ消えてしまうんで、まあ、これだったらまあ最悪溶接できるでしょっていう、多少なんかずれちゃっても僕気にしないんで。こんな感じで向けましたね。おー、こんな感じでございます。こんな感じいいんじゃない、かっこいいんじゃない。てか黒森だけど意外と軽いね。なんかね、正直もっと重たいの想像してたんだけど、黒森にしては軽いよこれ。なんかホイール変えたらなんか意外に軽くなりそうな気がしてきた。なんか黒森ってこんなに軽かった、僕が想像してる。まあフォークが触ってないっていうのもあると思うんですけど、そしてパイプがちょっと太めですね、これ。あのビゴレニロードがもともとさっきも説明したんですけど、ピストバイクなんで、あのこの BB ハイト、この車輪からこう BB 下までのこの距離っていうんですか、ここがすごい高めにできてるんですよ。なんでピストバイクみたいなダイレクトな加速感が味わえるフレームなんで、一回ちょっとあの僕の過去の動画でビゴレニロードのリムブレーキモデルに乗ったことはあるんですけど、黒森なんですけど、かなりシャカシャカ走るというか、シャカシャカ走るって言い方おかしいけど、なんかね、すごいね、キビキビ走ってくれる感じだったんですよ。なんで黒森フレームの中では乗り心地は正直言うとあまり良くない。ただその代わり加速性能が、まあ、アルミフレーム並みにあるみたいな、そういう感じの自転車だと記憶しております。まあディスクブレーキも全く同じかどうかは分からないですけど、設計はおそらく同じだと思うんで、まあ多分そういう話が期待できるかなと思う。ただ乗り心地は悪いと言いつつ、その黒森フレームの乗り心地のなんだ良さというか、足への優しさみたいなものはしっかり残っていたので、そこが気に入ったポイントにはなりますね。
まあ、なんといってもこのおしゃれな見た目が気に入ったっていうのも大きいかな。やっぱり、ね、いつかは黒森じゃないですけど、黒森フレームすごい好きなんで、黒森ディスクロード欲しかったんですよ。もうあのレースとかそういうのじゃなくて、本当にゆるポタとか近所のポタリング、もしくは遠くに旅行とか行くときにこういう自転車で行きたいなと思って、今回ちょっと買わせていただきました。じゃあせっかくだからちょっとフォークを刺してみようかね。ちょっと気づけないですね。フォーク軽い、めっちゃ軽い。フォークを差し込んでみましょう。ちょっとベアリングが入ってないんで、ちょっとあれなんですけど、まあこんな感じでございます。ちょっとやりづらい、ちょっと待ってね。へい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 、こんな感じでございます。映ってるかな、映ってるかな映ってるかな、こんな感じでございます。はい、というわけでとうとう僕も知念に買うことができました。正直僕がね、知念に好きになった理由は、まあ健太さんが一番大きいと思うんですけど、健太さんいろんな知念に乗ったじゃないですか。ジデコとか、あのジデコの開封動画いまだにたまに見ちゃうんですけど、それぐらい好きな動画なんですけど、まあそれ見てたら欲しくなったってわけじゃないですけど、やっぱ知念っていうメーカーを好きにしてくれたのはおそらく健太さんとかメカニックのユウさん、あの2人の影響かなと思います。で、知念の歴史とか調べていくと、結構その流行とかその流行りにとらわれない、そういう自転車作りをしている、まあ、メーカーなので、まあ変わらない良さっていうものがこのメーカーにもあるのかなっていう気がしたので、まあ、それで今回ちょっと買ってみました。まあ値段はね、正直これにしては安かった。まああんまり言いたくないんですけど、そうね、フレームセットの半額以下で買いました。はい、フレームセットがまあ13万とか14万ぐらいだったと思うので、まあどれくらいかはまあ想像してください。はい、そんな感じですかね。というわけで、まあちょっとね、今トライゴンが105のシルバーのコンポつけてるんで、この子にめちゃめちゃ似合うじゃんと思って、そのコンポをちょっと調達したいと思うので、まあ、一度多分トライゴンの方を一度バラして、でコンポーネントとかホイールとかをこの子に移して、でトライゴンの方はアルテグラのコンポ余ってるんで、それをつけてまた作り直そうかなと思ってます。で軽いホイール、まあずいぶん先の話になるんですけど、カーボンホイールとかゲットしたらトライゴンの方にそれをつけて、でこいつはそのディスクロードとして、まあ普通の、まあ、手付けたらでも何でもいいんですけど、まあ、フルクラムのあいつレーシング800をつけて、まあ、乗りたいなと思っております。はい、というわけで知念にビゴレディロードディスク納車いたしました。はいごめん、何の何だろう、役に立つ動画でもなかったけど、まあこの自転車ね、確かね2019年か2020年ぐらいに出て、2021年にも廃盤になっちゃったんで、もうほんと 2,3 年ぐらいしか売ってなかったんですよ。なんでかなりモデルスパンの短いモデルなんで、結構もしかしたらレアかもしれない。まあ、スカンと売れたモデルがないと思うんで、売れちゃったらこんな早くモデル終了するはずがないんで、おそらくそのなんだろう、ピストバイクをロードバイクに落とし込んだっていうのの、まあ価値がちょっとあんまり伝わんなかったのかなっていうのがあると思うんですけど、ただ見た目的にはすごいおしゃれだし、多分これを見てかっこ悪いっていう人はおそらくいないと思うんですよ。まあわかんないですけど、青が嫌い人とかは別ですけど、そんな感じなんで、まあ珍しい、比較的珍しいモデルかな。僕は正直走ってるの見たこと1回だけあるかな。うん、1回だけあるんで、まあ、このラメッタフレーム本当綺麗ですね、これ。はい、ちょっとこのねグロメット問題がね、もしかしたらどうにもならなかった場合、ちょっとね完成が遅くなる可能性はあるんですが、まあ、基本的にはパーツは揃ってるんで、まあちゃっと組みたいなと思っております。そんな感じですかね。というわけで組んだらまた動画上げたいと思いますので、またぜひ僕のチャンネル見ていただければと思います。それでは次回の動画お楽しみ。じゃあねー。